中にも厳粛さと品質を保ち、若者たちの足をふりふり練り込むエネルギー、和さを唱える喉、空を打つ太鼓、羽の音色が大念仏ハーモニーとなり、祭壇前ではそのハーモニーが追悼を醸し出すのが大念仏です。時代は変わっても諸凡のあの家がこの家へと大念仏ハーモニーは信州の凡の世の風物詩として伝えることなく続けられることでしょう。はい、ありがとうございました。寺島組、今年4月15日の信州大念仏と盆踊り大会が最後になりました。皆さんもう一度盛大な拍手でお送りいただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お二人ともありがとうございました。最後までありがとうございました。仲良くお帰りください。ありがとうございました。